怖いか。殺す気でついてみろ。来い。立て。
けるわけですよ、次に。それやればいいじゃないと思うけど。いや、でもさ、同じようでいいっすか？それは、まあ、畑が違うからな、基本的に。でもやる。だからダメですよ。中瀬だよ、中瀬。お前しょっちゅう仕事行ってただろ。地獄のかかり稽古な。それが面か。踏み込めやばい。うるせえ。お前うるせえ急に。それはね。あれよくやったよな、でもな。なんなんだろうな、俺もうできないな、あれな。また剣道やりたいけどな。何お前ら、まだ剣道やりたいの。まあな、でもなかなか時間取れねえんだよ。休みは子供と遊んでやらないといけないし。な、急に。いやお前今打ち込んでこいよ、ほらこれで打ってみろお前。これで打ってみろ。やりてんだろ剣道。な。な、そうやな。ほら打ち込んでこい。ほら。打ち込んでこいよ。やめろよ。ちょっと止めて。やたべに水頼んで。はい。大気まで大気。はい。すいません。あのお水と大気。お前そんなんでよくコーチできんな。ああ。やってんだろ高校生相手によ。おいコーチっていつの話だよお前。わざっ。構わんなお前構わんすよ。何風崎の渡せる橋に置くしもの百人一首リリックにすんの白木を見ればまだ考えてんだよ料理ぞ料理ぞやめろよそのめんどくせえよお前風崎の渡せる橋に置くしもの白木を見れば夜ぞ百人衆でマジ一瞬だから keep up gun thing keep up my G my dogs key to life さあこの前のライブの箱代はあっ今ねえからバイトした返すないねほんとないねマイメンちょっと危ないぜはい、たぶん
まにはヒゲでも剃ってあげたらどうですか。矢田部さん、おひげ剃りますね。ちょっとひんやりしますね。失礼します。じゃあお願いしますね。失礼します。市内は何だと思ってんだよ。市内。ああ、市内だよ。何言ってんのこいつ。先輩にこいつとか言うの。見ろよ、市内倒れてんだ。元に戻せ。せえな。あ？早く戻せこれ。あい！はい、いただき。てめえ！おだ！てめえ！やめろ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 ！うわ！ああ！わあ！だこれ！てめえ！おい！くそだよ！おい！こら！柵の次俺やってるから順番待ってないで今やったらどうすか先輩。喧嘩じゃないんだぞ。ビビってんだろお前。面つけてやれよ。くっそんだよ。もしくしろ。おいやられよ俺は。見せよ。つけなきゃ死ぬぞお前。市内を取れ。しろよ。
자고 서사포 스키아리 자고 おい、返せよ。お前、今は殺し合いじゃないんだから。せやな。剣道知らねえんだよ。おい、うちの部員が失礼をしたらしい。すまん。 その足どこで鍛えた。いや別にどこでも。あのさっきのあの三三叉なんとかってのはあれは三叉法、三つを殺す法だな。相手の剣を殺し、技を殺し、気を殺す三叉法。さっきの構えやってみせてくれんか。 見えんだろ。<笑>目の付けようは大きに広く作る目なり。官憲二つのこと。官の目強く、剣の目弱く。遠きところを近く見、近きところを遠く見ること。兵法の千なり。全体を広く 心で真相をつかみ、相手の太刀に目を取られず大きく見る。わからんか。<笑>いいバイトがあるんだよな。やらんか。ついてこい。 せがれか。学校にどうしてもらってもいいですか。この辺はあんた、だいたいバラックみたいな家の集まりだったからね。俺はその最初の人間だから。知ってます。あんたもそんな服着てないで、いっぱいやればいいんだ。 来たの。この人についていくとまずいとこばっかり。矢田部さんはお腹が膨れればいいのよね。はい、ありがとう。俺は食にうるさいよ。冷凍食品しか食わないからね。<笑>じゃあうちで食べるものはないわね。<笑>この間もスポーツバーでずっと野球見てたんだよ。<笑>バスケだよ。どっちでもいいよ。矢田部さん、冷やでいい。ああ<笑>
したら？ね。カズノちゃんはビールでしょ？うん。はい。聞いてよ。こう来る前もさ、私が店から出たらね、すっごい先歩いてたんだよ。普通待つよね。先行ったかと思ったんだよ。聞いた？私がお金払ってるの知ってて先に出たくせに。ああ？そうかそうか。払ってくれたのか。ごめんごめん。最悪なんだけど。そういうとこがいいんでしょ。一応聞くけど本気で言ってないよね。うん？おご苦労、おご苦労。大体終わったな。小僧、手見せてよ。はい。手。もう5日になるか。巻き台の立ち目やろ。ついてこい。小僧は何をやってる時が一番面白い。え？何をしている時が最も楽しいかと聞いている。ああ、リリックっつうかラップって分かりますか？音楽の。まあ、喋る歌だろ。はい、そうです。そのラップの歌詞を作ってる時が、一番楽しいかな。ほう、しか言葉な、小僧。大事でもあるし、余計なもんでもあるわな。禅の世界では、浮遊文字といって言葉ではなく、心。心という言葉になる以前の、心で通じ合うのを理想とするんだ。心以前の心。そうだ。直視妊娠。直視妊娠。理屈でなく、まっすぐに人の心を刺す。私の剣士に見えるぞ、小僧。いや、でも剣道なんかやる気ないですよ。これは巻き割りの打賃だ。バイト代いただきたいんですけど。その防具もつけてやろう。1日2日のバイトで買えるもんじゃないぞ。いや、だから5日はやりましたよ、5日は。なら
道着も防具も返して金だけ払ってやろうか。これをな、持ってみろ。これ王将さんのですか？手が切れるぞ。え？木刀は刃を模して作ってある。つまりは切るということだ。刃筋を意識して素振りをしなさい。いやだからやらないって。わかったか？ちょっとこの住所に届け物をしてほしいんだが。
にちは。すいません。北鎌倉学院の羽田です。あの三村さんから驚き物預かってきたんですけど。俺を切るのか。は？お前今それに手かけたな。いや、持ち帰るだけですって。よこせ。よこせ。封筒届けに来たんですけど。お前誰だよ。おい。いや。誰だよ。俺頼まれてきたんですよこれ。全てがなければ一本にならんぞ。こいつらで来い。構造にあったんですか。まだ剣道に未練があるのか。届けに来ただけですよこいつは。それとこんないたずらやめてもらえますか。小僧、面をつけろ。今のお前ではその小僧にも勝てんぞ。道具をつけろ。このままでいいですよ。しない出してやれ。Yeah!
殴ってこいよ。あれ一本元へ。どんな入れ知恵したんだくせ者だ。元へと言ってるだろう。ああ、勘違いすんなよ。くそ、いや、まん、止めろ。そこまでだ。その小僧にはな、冗談に構えて一泊置いて打ち込めといただけだ。竹が一本取られたのはお前自身のせいよ。Kengo! また分からんのか！今この瞬間から先やめろ。やめたいんですがね。また今日も飲むでしょうね。母親の墓参りにも行ってないそうだな。行ってどうするんです。親父を殺したって言うんですか。
せいぜい苦しめ。酒で楽にはならんぞ。帰れ！もうやめたら一人で帰れなくなるわよ。じゃあここに止めてくれよ。おかわり。Kengo, あれは事故だなんだぞ。もうやめたらねえ。二升は飲んでるわよ。面を取ってみろ。肖像の面が取れたんだろう。取ってみろ。市内なんぞに甘んじるな。これを触れ。
長がそんなに嬉しいか。健吾はもう死んだよ。どんな男と付き合ってきたのかなと思ってさ。それはいろいろよ。
父さん、殺していいかな。君に出会えてこの週末愛してくれなきゃマジ週末もっと笑ってよってかもう話してよどこ行くの耳荒らしてよチェックワンツーワンツーよフィールライクアーディー肌ちゃんボーカルいねえとマジ無理なんで剣道なんかやってんだよ俺らすっげえ無視されてっからさ何リリック何リリックなんだよこれココロ以前のココロまあ頭おかしいんじゃねトールっぽくはい、さあ、ちょっと待って。
おい石崎。リリックもういいよ。なあ、まあ、漢字ばっか書かれてもしゃあないし。あんた、矢田部んとこの息子さんだな。怖くというもんを知ってるか。怖くですか。摂政、中東、邪院、門を。恩寿殺し盗み女嘘酒矢田部の人間は誤悪にまみれてるんじゃないか。おっしゃる通りです。摂政の中でも最も許されんのが親殺しだぞ。それだけは許されんのだ。
どうした？道具に守られてるぞ。本気になれないんだ。剣道は競技なんだから。剣道は殺し合いでしょ。撃ってください。いいか。ああ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 ほら、もっと本気でやってくださいよ。練習になんねえんだよ。何やってる。何をやってるんだ。練習です。ケンゴに勝ちたいか。今のお前は教区疑惑の首尾に捕まっている。あの時の剣吾と同じだ。どうやっても剣吾には勝てんわ。でも一本取れましたよ。教区疑惑が分かるか。咲こう。驚き、恐れ、疑い、惑いです。小僧、剣吾に面を入れた時何を思っていた。別に何も。だから面が決まった。今の前は剣が恐れてる。かすりもせんわ。分かったら面をつけろ。面をつけろ。そうでやり合ったんだよ。防具もつけねえでな。この試合だよ。おお、あれがそのせがれだ。やったべ、ちょうど鬼の剣、無敵の剣だっつってたな。何しよった。せがれの研修も。矢田部さん、昨日何してました。ああ、また一口飲むか。飲んでたんですか。もうやめてんだよ。この辺で飲むとき呼んでくれ。おっさん、ここで飲むなって言ったよな。面白いですか、毎日。ああ、お前には分かんねえだろうけど、大人になると楽しいことはたくさんあるんだよ。ふざけてるんですか。やめましょうよ、そういうの。また剣道部来てくださいよ。ああ。またやりませんか。調子づいてんじゃねえぞ、小僧。
お父さん殺したんすか？僕も死にかけたことあるんですよ。洪水で、台風の大雨で堤防が決壊して、教えてくださいよ、お父さんどうやったんですか？教えてくださいよ。そうやったんだ。高校の工事なんかやめろ。俺の剣をままごとに使うな。首席師範川上さんになったんですね。あんなバカを選ぶなんて、県警もどうかしてる。お疲れ様です。いただきます。ありがとうございました。矢田部さん、本当に飲まないの？弟子が見舞いに来てさ、一人ちゃんと礼するわけ。親父は植物状態だから意識なんかないのに、ちゃんと頭下げんだよ。そんなに尊敬されてたのかね。ええ、おかみはさ、親父の愛人だったんだよね。俺のこと気づいてました？私はね、あなたの剣道の大会も見に行ったことあるのよ。親父は優しかったですか？ええ、そうですか。昔ね、正蔵さんが言ってたんだけど、切られようと思ってもそれがどうしてもできないんだって。それしかない人だもんね。あなたもそうなんじゃない？
や、田辺さん、もうからかわないでくださいよ。もうこんなおばあちゃんあの人にそっくり。お父さんが恋しい。わからないのよね。憎いのか好きなのか。して旺盛なる気力を養い、剣道の特性を通じて礼節を尊び、真理を重んじ誠を尽くして常に自己の修養に努め、もって国家社会を愛し、広く人類の平和繁栄に寄与せんとするものである。
つでも殺せるぞ。勝負してもらえませんか。おかしいですか。ああ頭おかしいな。ええそうですね。木刀にしてくださいよ。楽しそうだな。殺されんのがそんな楽しみか。
夜の水の中で車の光が綺麗だったんです。天国かと思いました。殺してやるから黙ってろ。来てるよ。まだ入り口だろ。
連れてきて自らの中心を貫いてみな。肖像とよく似とるよ。肖像は最後まで自分が弱いことを認めようとしなかった。剣道自体に逃げよった。お前は親父に逃げとる。同じことよ。あの小僧と何やるんだ。お前が私が用意した小僧だ。俺がやったのかな。こいつだ。
思い出したか、ケンゴ。小僧、すまんがそいつに傷を見せてやってくれ。酒のせいで覚えてないと抜かすんだ。よく見ろ、よく見ろ。思い出したか、お前が月を入れたのは肖像ではないぞ、この小僧だ。お前を切ったのもこの小僧よ。小僧に切られて生かされたな。Oh.
三村先生、父のことでは大変お世話になりました。ああ、いい。新宿んちも住んで落ち着いたろ。はい。親子ってもんは不思議な縁だよな。お互い思うようにはできんもんだ。これを読んでみろ。肖像からもらった手紙だ。三村説法先生、平素は格別のご後輩を賜り厚く御礼申し上げます。この度一筆申し上げますのはざれ言のようではございますが、剣の号の報いが避けようもなく、我ら親子の間の気を伺い待つ気配を覚えております。妻の静子が病死しており、私の不徳のいたすところゆえに、剣吾の気持ちの案ずるところもなく、お互いの虚疎いちいちに、剣に閉したがための罪深き業を覚え、近いうちに真剣ともいえる剣での立ち合いが訪れること、必定の兆しを折りあらば互いに感じております。もしも立ち合いが訪れた際には、残る剣吾のことを三村先生ご指導のもとよろしくお願い申し上げる次第でございます。愚かで弱い息子ではございますが、静子と私の大事な大事な息子でございます。私は
殺されてこそ本も、憎まれても本も、全く鏡にも誇りの片鱗にもなれなかった己の愚かさこそを切られてしまいたく、心から日々祈る次第でございます。親父はわざと俺に撃たれたんですか？それはもう分からんことだ。こらえんでいい。こらえんでいい。肖像も放たれて楽になったろうな。稽古に出てないんだってな。今これが必要なんじゃないか。もう一度お前の下段が見たい。俺の面が早いか、お前の月が早いか試してみないか。
それを引きずって行き交って鈍天の下くすぐった街見上げる目と見下ろす目が入れ替わることは決してない街でまどろむ目で飛ぶ夢を見る落下するようにまっすぐと空に